こんばんは、入山明子です。7月30日木曜日、入山明子のつれづれ日記。今日はいかがお過ごしでしたか？今日は入間市にあります FM チャッピー本社におきまして、 FM チャッピーのお元気ですか、入山明子です、番組の収録に行ってまいりました。皆様からいただきましたリクエストをできるだけ多くかけたい、そんな思いから少しずつ番組の内容も臨機応変に変えながら、そしてこのラジオがインターネットでどこからでも聞けるということをもう一度皆様にお知らせしながら、少しずつでも輪が広がっていくと嬉しいなと思っているところです。毎日毎日気にかかる感染者の方の数字が、今日はまたがっかりするようなそんな数字が出て心配しているところです。新型コロナウイルスの感染の拡大を防止するには、基本を徹底的に気をつけながら、一人一人が気をつける、3密を避けて、手洗い、うがい、マスク、そしてよく寝て、きちんと食べて、体調を整えておく、免疫力をアップするということは、これから大事なことになってくるだろうと思われます。あさっては土曜日、ライブと、それからFM チャッピー、朝はテレタマ。明日も元気にお過ごしください。それではおやすみなさい。